三川の駅は、福島県山郡稲城町若宮にあった、万代急行電鉄の駅である。万代急行電鉄の廃線に伴い1969年3月27日に、廃駅となった。昭和に入ってからの、沿線住民へのサービスの一環として、新規開業した駅の一つであり、正式には、三、川の停留場であった。廃止時点で、 一線を有する地上駅であった。プラットホームは存在せず、乗客は地面から直接乗降した。電鉄機を持たない防線駅となっていた。開業時からの無人駅となっていた。駅舎はないが、線路の北西側に開放型で型流れ屋根の小さな待合所を有していた。当駅のすぐ、川下方の旧土湯街道上の三川の踏切は、 交通量が多く、踏切警報器も設置されていた。杉林の中に位置した。三河野は、半省時代には、宿場町であった。1996年時点では、駅跡は消滅していた。その後、2007年5月時点では、駅跡地に、懐かしの沼尻軽弁鉄道を訪ねてと記載され、駅の説明文と、現役時代の写真がついた。 駅名標を模した案内板が建てられていた。2010年4月時点でも同様であった。当駅跡付近の線路跡は国道115号線に取り込まれていた。2010年4月時点でも同様であった。ありがとうございます。